こんにちは。西原クラソンの山根です。今日もご視聴ありがとうございます。突然ですがね、皆さん、ヤングケアラーというね、言葉を知っておられるでしょうか。僕はね、この言葉自体をね、知らなかったんでね、ちょっと調べたんですよね。これはですね、通学や仕事の傍ら、障害や病気のある親や祖父母、年下の兄弟などの介護や世話をしている18歳未満の 子供のことをね言うということでねいやこの現象というかねこの実態自体はね薄々はこは知っていたんですがこういう言葉があるのはね知りませんでしたそれでねこれは総務省がね出していたちょっとデータというかねちょっと調べたんですがこ、ね、総務省が2012年に行った調査でね 家族の介護を行っている15歳から29歳の数は約17万7600人に上る。これね、ちょっと古いデータなんでね、まあ今現在はその数を、数をね、こうさらにもう超えているっていう可能性はあると思うんですけどね。介護のね、僕介護の仕事をしてたんですが、まあこの言葉自体ね、知りませんでした、うん。仕事の中でね、 その当時仕事の中で関わっていた中には、そんなケースはなかったと思うんですけどね。そうですね。この、今ね、自分はまあ数年前から父の介護をしていて、まあこの年代で介護っていうのはまあ当たり前、といえば当たり前なんですがね、こんな若いこのね、10代の子たちが介護をね、しているっていう実態はね、 あんまりなんか僕的にはね、好ましくないような気がするんですよね。その、このね、人が17万7600人ぐらいいるっていうことはね、うん、ちょっとね、考えた方がいいかなと思う部分ですね、これは。そのね、その、これはね、テレビで言ってたんですけどね、その子たちも、その自分が介護しているっていう意識がなくてね、 もうこれがまあ当たり前なんだっていう感覚らしいんですよね。なのでね、うん、これはあんまり好ましくない気がします。なのでね、もっと行政やね、相談する窓口なんかもね、まあ、今の段階ではまあ、あんまり十分ではないようならしいんですが、そういった部分をね、もっと強化していったりね、しないといけないんじゃないかなと思っています。 まあね、ここでどう、どうこうっていうことではないんですけどね。まあ今自分ができることはですね、今自分がこう介護の、の介護じゃない自分が子供に関わるね、仕事をしているんでね。まあそういったケースとか出てきた時にね、どんな支援ができるかとかね、どんな風にこう、手助けできるかというようなことをね、こういう、この機会にね、考えておかなければならないかなと。 思いました。それからね、皆さんもね、介護っていうもんね、本当に突然やってくるんでね、なのでね、今、介護がない状態の時にね、もう家族間でそういった、例えばね、介護が必要になったら、こんな時にはどうしようとかっていうことをね、家族の間で話し合うっていうことがね、とても大切ではないかなと思ってね、今日、 ちょっと皆さんにもちょっとお知らせしておかなきゃいけんなという思いましてね、放送しました。ではね、このヤングケアラーということをね、こうちょっと頭に置きながらね、これからも生活していきたいかなと思っています。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。